茶話、大正4年、1915年、鈴木田ダ・金。茶話、フランク・ハリスといえば、聞こえた英国の文芸家だが、ハリスを英人だといえば、あるいは怒り出すかもしれない。生まれはアイルランドで、今はアメリカにいるが、自分ではパリジャンのつもりでいるらしいから。今度の戦争について、持ち前の皮肉な調子で。 ドイツはきっと最後のドイツ人となるまで戦うだろう。ロシア人もまた最後のロシア人となるまで戦うだろうが、ただイギリス人は、そうさ、イギリス人は最後のフランス人がというところまではやるに違いない。と言っている。さすがにハリスでよくイギリスを見ている。茶話。 我らは世界にたった一つの健康を与えてくれる戦争を歌おうと思う。軍国主義、愛国心、アナーキストの捨て鉢な振る舞い、人殺しの美しい思想、そしてまた婦人に対する蔑み、こういうものをすべて歌いたい。未来派の詩人マリネッチは、こんなことを言ったが、他のことはとにかく、女に対する蔑みを思わせるだけでも、戦争は我々にとって、 鉄材同様一種の健康財たるを失わない茶話トルストイのアンナ・カレニナの終わりの章に多くの人が八小屋の近くでセルビア戦争の噂をしているところがあるその時ある人が公戦論者を戒めるために不仏戦争の前アルフォンツ・カールの言った言葉を印象している「戦争がどうでも」 避けることができなないもものならそれもよかろうだがそんな場合には戦争論を唱えた新聞記者だけには是非とも一体を組ませどこの戦にも前衛としてそれを使うことにしたいものだ」というのだ「欧州出兵論もまことに結構だがどうかそんな場合には黒岩瑠孝君のような出兵論者は誰よりも先に前衛の一人として出かけてもらいたいものだと思う」。 武装ではないが、私はこの名誉ある選抜兵の後ろ姿を思うごとに腹を抱えて吹き出さぬわけにはいかない。茶話、私の国は瀬戸内海の海ばたで、ジストマと怠け者と国民党員の多いところだが、今度の総選挙では少し毛色の違った人をというので、よその件で余計い者になった男を担ぎ込み、 それに先輩や知人の紹介状をくくりつけてさも新人のように見せかけているゴーゴリの資料を読むと名義だけは生きているが実はとっくになくなっているノードを買収し遠い地方へ持ち込んでそこで銀行へ肩に入れて借金をする話が出ているが今の選挙会の新人もちょっとそれに似ている茶話ディケンスはピクイツクペーパースの中で 被告の身にとっては人のいい福々した朝飯をうまく食べた裁判官に出くわすということが大事だが原告になってみるといつも不満足たらしい腹の減った裁判官を見つけるようにしなくてはならないと言ったこの頃議員候補者やその運動者がピシピシ引っ張られているがみんな有罪の判決を受けているところを見るとあいにくと腹の減った うちでは、夫婦喧嘩の絶え間がない裁判官が多いと見える。